分払う YouTube 猫です。445で達成。はい、今月と言いますか、ここ1ヶ月ぐらい、ずっとですね、APEX で、ソロマスター、ソロマスチャレンジをね、しておりました。アクア先輩が、ソロマスを達成いたしました。おめでとうございます。やっぱすごいですね、本当に。初めてね、達成した時も、マジですごいという風になっておりましたけれども、やっとね、今回もね、なんか、また挑戦するということで、すごく大変なことを、こう、何度でも挑戦する。そこに山があるから登るみたいな感じで、小よりはフットリアの FPS がわからなくって、このソロマスっていうのがどれだけ大変なのかっていうのを、もうこういったなんか想像でしかわからないのが本当に申し訳ないんですけれども、APEX やっている人からすると、ソロマスってマジで大変。っていう、もう誰もが、大変だって言う、というね、ものになってまして。でも、小屋でもね、ちょっと想像できるのが、3人いつもお決まりメンバーでやったら、話し合いとかもできるし、作戦も立てられるけど、ソロって、毎回違う人と一緒に当たるってことでしょ？から、ね、仲間もわからんし、からさ、こう、一緒にこうどういう風に動けばいいのか、この人とはどうやってやるといいバランスになるのかとかをさ、毎回こう計算してやらなきゃいけないってことでしょ。すごいですよね。しかもマスター今コメントで教えてくれましたけど、上位 0.6%、 今シーズンはプロの人でもかなり難しいぐらいだったみたいです。すげーね、すごいですね本当に。そちらをね、もう見事に達成したというわけで、本当におめでとうございます。そんなね、すごいことを達成しつつも、なんとですね、そのソロマスになった瞬間の、成績みたいなやつがあるみたいなんですが、そちらのね、成績が4、4、5だったということを、クルーの方がですね、気づきまして、えっていう風に言っていたんですけれども、そう、すごいですね。なんかその芸術点も高い達成となっておりました。というわけで、ソロマス達成おめでとうございます。芸術点にもアップ。